え、兄貴と結構喧嘩したんでしょガチガチ。<laughs> 俺、ボコボコにされてたから、マジで。俺のお父さんとかもある日帰ってきた時に俺と兄貴で喧嘩してて、うん、俺がもうそこの時点で、ボコボコにされてるから、うん、わあ、やっと止めてくれるわ、と思った時に、俺の親父が、ゴー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 もっと行けみたいな。って <laughs>、その、理由的にも俺の親父が考えてたのが、ああ全部エネルギーを出し切った時にはもうないだろう。う,う赤ちゃんも泣いて泣いて泣いて、泣き終わって、疲れたらもう泣かないでしょ。まあ、確かにそう。俺はもう頭の中で、いや、やめてくれ。 <laughs> ロサンゼルスにあるホームレスの人しか住んでないストリートみたいなのがあって、うん、そこでオレジンカットの活動俺は初めて目の当たりにして、うん、本当にホームレスとかを関係なく乗り切ってるから、それはなんでやろうと思ったのかな,なかなかないじゃん。自分自身がホームレスだった時もあって、うん、日本に来た時にストリートで寝たり、駅とか外とか野宿したりしてて、<何>そういうルーツもあったし、ボランティア精神っていうものがもともと自分の中に根付いてて、そこで自分が何ができるのかなっていうか、自分の好きなことでやりたいなって思ったから、それをこう合流させたっていう。 オーナーしてたじゃんあれもオリジンカットの活動でリその時俺たちもお金もなかったし、うん、どうしようって思っててあれだけのお金を集めて、うん、フィラデルフィアって一番東海岸の方にあるところから LA まで行くんですけどいろんなところで各地でカットしたりとかしてラスベガスに着いた時に、うん、スピーチコンテストみたいなのがあって優勝したら賞金があるみたいなそれに参加して優勝しました<ー>、はい、でそれが自分たちの活動費にもなって、うん、一瞬で消えたけど。<laughs> まあ、みんなで、はい、ということで、今回のゴールデン・ラッシュポッドキャストのゲストは、このね、ラッシュポッドのコーホーストで、バーバー、アーティストとして、いろいろな、ね、活動を続ける彼、ノリ、AKA、オリジンです。よろ,すよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろししくお願います さすがにねみんなもう見たことあると思うんですよ。はい。好ホストで。でもなんか結構ね、あのー、あんまり紹介しないで出てきてるから、ちょっと今回はのりのことを知りたいなと思って、うん、このポッドキャスト。お願いします。しましお願いします。ありがとうございます。ます Thank you.Thank you. で、結構さ、あのインスタグラムとか見たらさ、のり、<Nice. S 2> オリジン、両方とも名前があると思うんだよね。 はい、でこれははど,どういう違いい違なの名前はあまあそのシンプルにオリジンっていうのはそのアーティスト活動だったりとかまたその自分のりはそのまたあのフルネームのりたかなんですけどだそののりたかののりを入れてでオリジンっていうその言葉なんですけどその例えばオリジンの、o R I G y N、のその先に N を先につけるとのりになるんですよね。オりソドになるんですけどまあでもその中で俺はオリジン って言葉がすごい好きでオリジンっていうのは原点っていう意味だしルーツだし自分のアイデンティティにつながるかなと思ってオリジンにしましたえなるほどねえあのアーティストとしてはさまああの出てるかもしれないもうミュージックで出てると思うんだけど今回さノリ初のシングルを撮ったわけやハーストーリーねそううだね。ん。これは アイゼックね、った。俺がね、撮って。<laughs> まあ、なんていうの、ね、一番最初のあれ、<laughs> 握手も俺が撮ったよね。そうだね。もう全部は。そっ <laughs> <laughs> ここから全部俺が多分撮るから。<laughs> って感じで。お願, <laughs> お願いします。お願いします。お願いします。そ。そういう感じだけど。うん、今回のハーストーリー、多分、ヌリにとってもすごい特別な曲だと思うんだけど。 それのちょっとバックストーリーを聞かせてもらったことい、ね、ーーえばそれこそ「えー、とハーストーリーっていうのは彼女の話ストーリーっていう意味なんですけれども「でハーストーリーのタイトルはそのおばあちゃんに向けて、うん、あメッセージを込めて、えー、曲を作りました、うん、でその曲の内容なんだけれども、まあ、その時感じたことだったりとかまたはもしかしてあの、まあ、ちなみにおばあちゃんおばあちゃんが、まあ、ちょうど去年 1>,、うん、1年 一年前に亡くなって、今日十二月の十日、うん、で、十二月の十日、一年前に亡くなって、その後に、<う>えっと、それこそ、ジュンダ・ファイネスト、あの、ビート、27ビートワークスの、あの、 さんにちょっと頼んで、うん、そしてまあビートを提供してもらってそしてもちろんそのアイゼックだったりとかみんなの協力を得て、うん、まあ自分がその曲だったりとかを書いたりフックだったりとかも書いてそしてあのその自分とそして自分の奥さんあジャナと一緒に作った曲なんですけど、うん、これをまあおばあちゃんに捧げたくって、うん、1>, あ1年待ちました。うんそうだよね そそうだそうだだでもあの時1年前なんか俺も結構ショックでさ、うん、のりのおばあちゃんと本当にちゃんと会ったの俺も12回ぐらいしかなかったんだけどそうだねでもいまだに覚えてるのがあの多分一番最初に会った時かなうん、うん、なんか食べなさいって言って、うん、結構おこんなにって,言ってねくれてそうねなんか、うん、この日はあんま考えてなかったけど泊まりに来てたもんねそう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 。うん、の家に泊まりに来てたから。 おばあちゃんにの、うん、犬のはしてたから、もちろんねおばあちゃんの話もよく聞いてたし、うん、であの時ちょうど、あれだよね、握手のヤングダイスさんと撮、うん、ったアクションミュージック移動の、うん、最初準備中だったんだよね、確かね。うんうん、それで急に電話かかってきてその話を聞いて、あれ、ノリから聞いたのか、ダイスさんから聞いたのか、俺もちょっとわかんないんだけど、うん、結構ショックだったな、うん、俺も覚えてて。 うんまあ、その時はすごいやっぱショックだったし、うん、自分もどのように感情とか気持ちとかを整理したらいいのかもわからなかったから、うん、自分がもともと日本に来たきっかけっていうのがおばあちゃんの介護をするために来てたし、うん、自分のそのここに日本にいる意味がないってなっちゃってその時アメリカに帰ろうかなとも思ってたぐらい結構落ちてて。うんうん で、そのやっぱ時間がかかりましたね。うん、まず一回その後アメリカに帰って、そしてまた家族と一緒にまた合流して、うん、そしてまたみんなといろいろ話し合って、うん、で、やっぱその心の整理をして、で、その時にまあ自分もまた帰ってくるってまた決意して、うん、曲もまた作って、完成させて。 もう本当にだいぶ前にもうできてたけれども、ねうん、やっぱリリースっていうその意味っていうのはやっぱ解放っていう意味も二つダブルミーニングがあって自分の中でやっぱその気持ちっていうのをまず整理してからじゃないと出したくないって気持ちが強くって。ででそれでまたた一年待った 間にもまあもちろん他の曲も作ったりもそうだったんだけれども何もやってないわけではなかったんですけど、うん、でもやっぱそこでちゃんと自分の気持ちの中の整理をして、うん、そしておばあちゃんの,あの思い出だったり気持ちだったりとかいろんなことを込めて書いてその中でもねいろいろ終わった後でも何回か編集したり直したりするプロセスもあったから今自分も本当に誇りを持ってこれは一つ一生残るものとして、うん、そしておばあちゃんがずっと えっと、これがなんか俺の中で Live forever,、um, live forever in the memories of each other, うん、うん、っていうリリックの中に入れてるんですけど、その人の思い出の中に残って永遠に生きる、うん、っていう意味で Forever, you know? うんんだから彼女の話、History <ー>って歴史っていう意味なんですけど、HISSTORY で History って読むんですけど、うん、それをハーストーリ Story にすることによって彼女の あの歴史、物語っていうように、うん、ダブルミニングス。うんなるほどね。<laughs> そっか。え、もともと日本に来たのえ、でも昔俺らがあったのはそれこそもうめっちゃ昔だよね。一番最初にあったのは小学生ぐらい。小学生ぐらいでしょ。3 俺もあんま覚えてないんだけど、小学一人生の頃かな。そうだね、キャンプ行って、そしてね、あの、親父同士がね、知り合いだったからね、同じキャンプ行って、まあ遊んでたと思うんだけど、お互いあんまし覚えてないっていう。そう、なんか掘り出してみたらお母さんが、それこそ写真出てきて、したらね、俺とアイゼック2ショットで写ってる写真が出てきて、ええ、みたいな。そうだよね。そう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 。おもろかったよね。いや、でも今こうしてこうなって、で、再会したのニューヨークでしょ。 ニューヨークで再会した何年前かね。何年前かね。それが何 ?5 年 ?5、6年ぐらい前だよね。だね。で、そのお互い、うんまだ、そのね、やってることも別々だし。そうだね。で、会って、またそこでフィーリング確認して、その後また再会したのが、俺が多分車で横断してて、アメリカを横断してて。そうだそうだそうだ。で、LA に到着して、で、すぐに連絡して、で、そこで、確かあの、 オリジンカットのバーバーのカットの時に。あ、そっか。そうそうそう。あ、そうだそうだそうだ。そうそう。で、写真撮ってくれたじゃん。そうだね。一緒に来てくれて。うん。で、サポートしてもらって、写真撮って一緒にスキッドロー行ったじゃん。そう。ばかったね、スキッドローで。え、そう、ノリはさ、え、あのさ、俺たちがあった時はさ、もうバーバーやってたのもちろんもちろん。やってたんでよ。その時にはもうやってたし、もう大体14ぐらいから。もう大体14回そうそう、もうずっとカットしてたし、その時会った時もカットはしてたけれども、その段階ではまだ、 ああ、まあ、本当にプロとしてやり始めたの、やり始めたぐらいかな。ここのタトゥー入ってたよ、入ってたね。入ってたんだったら、もうちゃんとやってる。わちゃんとやってたでも、短かったよね、髪ね。結構短かったね。いや、俺短くけたな。坊主だったから。あ、いや、俺の時、ドレッドだったわ。ドレッドじゃねえでしょ。え、ドレッドだったよ。フリーフォームドレッドで、確か。あ、本当。ごめん。 <laughs> お互い変わったね。うん、俺、その時に宮地聞かせてくれたんだよ、うん、バッドエンビジュ。そっか、そう,そうだよね。うん、もう、その時はもうめちゃめちゃハマってたし、ああジャパニーズヒップホップって存在するんだみたいな感じで、ちょっとやっぱ誇りに思えるっていうの一つのきっかけになったから、俺的にはやっぱ自分のアイデンティティっていうのが、やっぱアメリカにいたら、やっぱ薄れちゃうじゃん。うんうん、まあそうだよね。そうそう、自分が日本人としての誇りも持ちたいけれども、うん、日本人としての誇りって何ってわからない。まあまあまあ、そうだね。うん、なんか、アジア人っていうカテゴリーに、ただ、うん、 レーブルされるだけだったから、やっぱアメリカはそういう意味ではやっぱ大変だったけど、日本にまた帰ってくると、またなんか自分、日本人としてのそのアイデンティティっていうのもより、うん、あの強く感じるし、そういうところもやっぱ教えてくれたのもおばあちゃんだし、うん、周りにいる家族だったりとかもそうだし、だからやっぱいろいろ学ぶこともたくさんあるし、うん、ならどうかあのまあ、おばあちゃんには見守ってほしいです。うん、そうだね。それでおばあちゃんの介護にちょうど来たのが 4年とか3年前のかになる。そう。2019年、ね。2019年。じゃあ3年前だ。2010、あ、そっか、2 0 1 9年。でも、あの時もう、新年直前とかだよね。多分、今ぐらいの時期やった、ね、多分、乗り来たの。うそうだね。そうだ、本当に。いや、クリスマスに着いたんだ。クリスマスに着いたのか。そうだ。サプライズしようと思って、クリスマスに来た。あ、そっか。俺、プレゼントだよ、みたいな。<laughs> <laughs> 全然伝わんなかった。わ <laughs> かんない、みたいな感じだ。<laughs> 全然伝わんなかったけど。<laughs> <laughs> そうで、その後、うん、えっと、一緒にね、あの、年越ししてね、うちでね、楽しかった、ね、年越ししてね、あういうの。すごかったね、のたね楽しかった。 ヒップホップってか、あの時はクラブカーでも。まあ音楽だったりとか、そうだよね、ライブショーとか。ね。あんまし俺もそんなね、行く方でもなかったし、まあ本当にもしあったとしてもハウスパーティーとかだし、でもやっぱ日本に来て、まあそういう箱があって、まあ音楽聴きに行ける場所っていうところで、二人でやっぱね、その札幌をいろいろ探検したよね。したね。ほぼ毎日やってたね。そうだね。あの時俺もなんか2週間ぐらいしか札幌いなかったんだけど。 週間かか成人式の時ら違ううと一瞬来て、その後すぐまた帰ったじゃん。すぐ帰って、俺を一人に残して、そう、一年間俺もこっちで、とりあえず、ここでは、そのね紹介してくれた、上田理髪店に紹介してくれたじゃん、アイゼクが。で、そこからまた上田さんとまたつながって、そこからいろんな人たち、パンデミックスだったりとか、チルンダハウスだったりとか、 まあいろんなところどころに紹介してもらっや違うか。それをアイゼック紹介してくれるんじゃないいや違う。多分ん、パンデミックさんの時は俺ら二人で始めた。そう、2人で会って。そうそうだからまあ、上田理発展がそれがルーツで、そこからまた俺も一人になった時にいろいろ探検したうちにこう、たどり着いたって感じで。そういう感じで。o そうそうそう。で、ここがチリンダ、このスタジオね。はい。そう。これがチリンダハウスの後ろにあって、今そこで撮ってるんですけど、ここで、 ハリーも録音したもね。録音しました。このスタジオも。うんうんうん。だからまあなんか本当にあっという間だよね。あっという間だね。本当にね。確かに1年前でしょ、だって。ほぼ。1年前。1年も経ってないか、まだ。1年前って。ほぼ1年前じゃねそう、でも行ったり来たりしてるから、なんか本当にそこが記憶が曖昧になっちゃうよね。難しいよね。いや、でもだって、だって俺も帰ってきても1年以上経ってるから。あ、そっか。 そう。だから多分。うん、また帰ってきて、アメリカ行って、また帰ってきてもう1年ぐらい経つってことだよね。そう。そうだそうだ。そうそう。わ、早いな。早いな、時間ね。だってもう23年になるからね。うん、はいはいはい。やばいよ。確かに。そう。まあでもね、ここからそれこそ、うん、あの、まあ、いろいろ方向性も決まってきたし、うんうん、なんか、 こういうきっかけで一緒にいまだにまだ一緒にやってこれからも一緒にやっていきたいっていう気持ちだから、うんうね、もうめっちゃ喧嘩もするしぶつかるし <laughs> もう意見もすり違うし <laughs> う、ね、性格も違うしすなんか全ての面でやっぱなんだろうな、うん、でもそういうところの俺にないところがやっぱアイゼックのすごいいいところだと思ってて、うんうん、俺が見ててなんか本当にリスペクトするしなんか友達と呼べて誇りに思えるっていうかうはいそれは俺もそうだじゃなかったら一緒にやってな、ね、い そうだね。でも本当に俺結構昔からすげえ仲いい友達があんまりいなくて多分ノリぐらいじゃないかなこんなにずっと一緒にいて長い。うれしい。うれ泣けてきた。うつくな。そうだよね、そっかそっか。え、でもアーティストとしてはさやっぱこれからも精力的にどんどん活動していく感じなの。今回、「ハーストーリーはじゃはリリースされてるかされてないか今わかんないけどミュージックビデオリリースされて曲はもうリリースされてるからさぜひみんな聴いてほしいんだけど。はい、お願いします。これが あれじゃんオリジンとしての初シングルじゃんねはい、はい、そっからはどん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 そうですね、うん、まあだからそれこそあ自分が考えてるのはこれから次 EP かアルバムを作りたくってで EP の方ではまあ一応結構何曲はもう作ってるんですけど、うん、今制作中でまあその誰とやりたいかっていうのをやっぱあの考えてて、うん、まあ今回のそのもし EP なんであればじゃあ大体78曲ぐらいとか入れたくって、うん、まそれを全部 から色で分けたくってその色でその音っていうのを表現するイコールじゃあ例えばトラップだったらパープルとかうん、うん、まあ例えなんですけどうん、うん、っていう感じでじゃあ例えばあーあーブンボップだったら赤とかいう感じでまあちょっとイメージしててで、そういう感じの EP をカラーで表現できたらすごいいいなと思ってあの今作ってます。熱い、ねはい。ね。は それはいつぐらいに出すとかに定は来年です。来年どっか来年のいつかは言えないですけど、来年です。来年だ。はい。そっかそっか。でもなんか俺が結構ノリおもろいなって思うのが、まあ、まず、まあその、もともと多分英語じゃん。英語、日本語めっちゃ上手くなったけど、英語と、日本語と英語両方とも使えるし、しかも今回のそのハーストレイとかは、結構ゴスペルの要素が結構入ってて、歌ったりとかしてるじゃん。 で、なんか他の曲とか俺もちろん聞いたことあるから、うん、あるんだけど、結構一個一個スタイルが違うから、うん、結構、それが俺的にはノリの面白いところだなっていう。うん、まあ今回の曲は、それこそおばあちゃんに対しての曲はソウル、うん、ゴスペル、ね、ソウルミュージックで。 でそれでまあちょっとあの歌を歌ったりとか全然歌えないんですけどでもちょっと歌ってみようと思ったりまあ気持ちをちょっと表現したいと思ったりまあもちろんいろんなジャンルヒップホップってやっぱ幅広いしいろんなヒップホップだけじゃなくてもロックとかももちろん例えば えっと you know, レゲエとか、うん、いろんなそのミックスもしたいとは思ってて、うん、でそれが唯一できるジャンルっていうのもヒップホップでもあるからそこでいろいろミックスしたいっていう気持ちはあってうん、うん、でも今回の,そのソウルっていうのはその自分のもともとのルーツっていうのがお父さんが牧師でキリスト教なんですけど自分の,そのルーツはもう本当に幼いところから。 えとよくゴスペルとかソウルミュージック聴いてて、うんまあ、自分のルーツにあるジャンルっていうか、うん、音楽だし、だからその自分をこう心を動かしてくれるっていうか、だから多分日本とかでは、まあ、少ないと思うんですけど、ソウルミュージックをし推したいです。おいいね、魂の曲って、まあ、そのままだしね。ねソウルだしね。そうですね。え、結構大変だったやっぱパスター・チャイルドって結構言うじゃん。いやー、大変なところもあれば、<laughs> うん、でもすごい良かったところもあるし、はい、あの正直や、や、まあ、本当にまあ自分もこうなってしまって、親にも申し訳ない気持ちもいろいろあるんですけど、<laughs> あのそれは本当に、今もちろんタトゥー入れるとか、<laughs> ピアス開けるとか、全部ダメだったから、それも全部、それこそあのお父さん、お母さんにまあちょっと反抗して入れちゃったりとか、<laughs> あのダメって言われたこと全部やりましたね。で <laughs> でもなんかそこで 自分もより感謝できるのが、うん、そのまた自分の紀高のカって親孝行の子なんで、うんうん、やっぱ自分のお父さん、お母さんに対してのやっぱ気持ちを今、離れてて、うん、アメリカに今家族はアメリカにいるし、うんうん、自分、こっち一人にいるんですけど、でも、やっぱ心はなんかより大人になっていくと、親の気持ちがよくわかってくるっていうか、だから、なんかそれはまあ一生かけて恩返ししたいなとは思ってるし。うんうん でなんかこの曲も一つ、そのお母さんのお母さんの曲だから、うん、なんかそこでお母さんもすごい嬉しかったっていうことを聞けてよかったなと思いますし。うんうん、なるほどねでもまあ大変でした、いろいろ。そう そうね、なかなか牧師の子供で育つ人って結構少ないと思うんだけどそうだねどういう感じだったの結構厳しかったいやーもう、まあ、最初とかもう俺のお父さんのコンビネーションがまず格闘家、はい、あの黒帯八段と牧師だから <laughs> そうあの言葉で裂かれて拳で <laughs> みたいなっていうところもあったしでもその それが自分にとっての強さのもとなのかもしれないっていうか、ううね、だからそういう経験もあって、うん、まあ本当にそれこそやっぱ、あのーまあ、思春期とかそういう間でよく兄貴もいたし、うん、俺たちもちょっとやんちゃだったから、うん、まあ本当に迷惑もかけただろうと思うけれども、うん、まあ俺たちのそのルーツの中にも一つ、その基礎としてまあ格闘もやらせていただいたし、うん、それでその親父がそういったやっぱその武道っていうのは、 それこそあの自分のコントロールやっぱ力を持つってことは、うん、イコールあーと自分のコントロールも必要だしそして、えー、っとそれ以外にもやっぱあのなんか本当に愛する者の,のためのた,ために戦うみたいな感じの親父だったしでもその前に本当にあのやっぱそのモラルの宗教のそういうモラルの面でやっぱ本当に手を出す前にあの それこそ考えたり、うん、それこそさん you know, 何,何回かトライをするっていうか、<ー>その相手に対しても、それこそあのすぐにリスポンスしない、手を出さない。だから俺も喧嘩することがあっても、俺は先に手出さないし、あ<ー>俺も多分何,何回かやられてからだったら行くみたいな。<laughs> <laughs> だしうん そうだね。うん。今思い出したけど、うん、俺たちもガチ喧嘩してはる。ガチ喧嘩したね。俺、<laughs> マジで殴りの喧嘩とか、本当に、まあ、小学校の頃に一回あったぐらいで、マジしたことなった、うん。そうだよね。そう。うん、ノリと LNS 住んでた時、あったね。あったね。マジで切れて、俺、ノリが車の中に行って、おい、出ろみたいな。やるぞみたいな。<laughs> そうだよ、だって、そう、もう、そうなったらアイゼックはもうね、止まんないから、本当に、まあ、でも、そういうところはね、ちょっと失礼しました。いや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 、俺も、俺もやっぱ兄弟で育ってるから、結構、兄弟多いもんね。そう、兄弟6人、これ含めて7人です。やばいよね。 なかなか今の時代そんなにないでしょ。どういう感じなの兄貴だよね。兄貴、俺、次男。でそして妹が3人いて、で弟が2人。すごいな。今26で、兄貴が27。次、24、22、21、17、そして15とかだね。ごいだ。なら、もう、ノーブレイクス。ノーブレイクス。 うんまあ、だから <laughs>、うんうん、お母さんも本当にすごいなと思うし。お父さんと、ねうん、お母さんは結構厳しかった仲良かった,たまあ仲良かったし、うん、まあでもやっぱモラルな面だったりとかそういうところではやっぱ厳しかったのは間違いないしうん、うん、まあ本当にまあ幼い時の思い出とかもあんまし覚えてないんだけど、うんうん、なんかあんまし覚えてないけれどもまあ いろいろあったんじゃないかな。なるほどいい思い出しか覚えてないかもしれない。悪い思い出は全部消してるかもしれない。あとなんかね。え、兄貴と結構ケ嘩グしたんでしょガチガチ。もう、もう毎日のように。もう俺ボコボコにされてたからマジで。え、もう手出してんだ。もう。いやもう、顔とか腫れたり。そうそう。もう全然、もうガチガチだったね。ならもう、格闘やってるから。そうだね。 でもうほんとに喧嘩になった時も俺のお父さんとかもある日帰ってきた時に俺と兄貴でかん、うん、喧んしてて親父が俺がもうそこの時点でもう喧嘩して俺ボコボコにされてるからやっと止めてくれるなと思った時に俺の親父が「ゴー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 もっと行け!」みたいな「<laughs> でその理由的にも俺の親父が考えてたのがもう全部エネルギーをもう出し切った時にはもうないだろう。う うう赤ちゃんも泣いて泣いて泣いて泣き終わってもう疲れたって言ったらもう泣かないでしょっていう思いで俺はもう頭の中で「いやーやめてくれ! <laughs>」でもう続けましたね <laughs> 続けてでもその後兄貴も謝ってくれて大事にしてくれてたあのなんか服とかくれてああそ,それで OK みたいな <laughs> って感じのもう何回も繰り返してるからもう慣れるよね部屋も一緒にシェアしてたしあ,あそっか そうそう。物とか、なんか、俺もよく借りたりとかするから、そういうもの、そういうことだったりとか、そうだね。まあ、まあ、そういう、まあ、一つ圧倒的な存在がいて、自分が謙虚になれたっていう意味では、やっぱ、兄貴には感謝してますね。はい。shout out to s u n だからね、はい。ちなみに、これも、えっと、兄貴が買ってくれたパーカーなんですけど、ちゃんと着てます。え、何で喧嘩するのいや、もう、くだらない。 マジでくだらない。もう、そこで話したら、ああ、そういう感じで喧嘩すんだって、くだらないねって、多分コメントされるから、ちょっと話したくないです。そうなんだ。そっかそっか。え、ちなみにさっき言ってたようにさ、タトゥーとかもさ、あの、ピアスとか、いや、あの、お父さんとお母さんダメって言ってたらしいじゃん。ダメでしたね。そう。最初に入れた時は、何入れたの最初ピアス。ピアス入れたんだ。ピアス入れた。バレた時どうなったバレた時には、 まあなんかお父さんお母さんはなんで入れるのって体気づけたらダメでしょみたいな感じで言われて、うんうん、その前からもずっと言われてたしでも俺もその前からもずっと入れるからやるからみたいなことをずっと言っててでついにやってでそうやった時はその時俺たまたまアメリカから夏休みで日本に来ててそ,うその夏休み期間それこそおばあちゃんとも一緒に過ごしててうんそうで入れてそうおばあちゃんに,あってになってるって っって言って言くれたような気がするんだけど <laughs> <laughs> まあでもお父さんお母さんのリアクションはやっぱ嫌だったなっていう感じだったしそうで俺昔それこそサウナで働いててサウナそう韓国コリアンス,スパサウナで働いててまあセントみたいなところで働いててでその最後の日にもうえっと辞めるっていう時に俺のお父さんがじゃあ一緒に行こうみたいなサウナお風呂に行こうっつって俺その日に俺タト入れたの <laughs> そう裸になるじゃんみたいな で、その時にもう隠しきれなくってそうでバレてでそれで話して、うん、変なもん入ってなくてよかったねって言われて<ー>でお父さんはそれでまあ本当にクールな感じだから、うん、多分内面はもうめちゃめちゃもう怒り狂ってたかもしれないけれども、うん、そのクールにで俺のお母さんはもう泣いたね、うん、見てそうそう泣いたし<ー>もうもちろんそうなんかいろいろやっぱ うんいろいろ思ったんじゃないかなと思うしもちろん俺もやっぱそれをその姿を見るとやっぱ心にグってきたしでそれが一回目で今9つ入ってますはいここが入ってるもんねここもうスリーブじゃないなんていうの Sorry mom sorry dad hey I mean he's a good dude you know so that's that's what's mothers you know that's what's inside e v e でも結婚してからはもう入れないように はい、はい、あのジャナと誓ったんで入れないでって言われたのもう奥さんそうっすねはい <laughs> って言われたしまあ自分ももういいかなってうんまあでも、うん、この先いろいろ科学もいろいろ医学もいろいろいろんな面でも発展していくとたとえも多分すぐに消せると思ってたからまあうそ,うそうそうそう思ってたから、まあ、入れてもあとで消せばいいかなとか思ってたしまあでも うん、もし入れるんであればな、まあなんか意味がこもってるものを入れてたら、ね、あの、まあ俺にとってはこう全部入ってるものも全部道しるべにもなってるし、ちゃんとストーリーがあるんで、全部それこそオリジンカットだったり、自分のやってる活動とかに全部入ってるし、っていうことは、はい。そうね。ーの一個一個の意味は、あの、ニート東京でぜひご覧ください。 そうですね、ニート東京で話したよね、タトゥー。全部話し,し,た,っけ話し,した。あ<れ>全部話したかな、えー、多分、全部話したと思います。うそう、あシーダさんに誘っていただき、ニート東京に出させてもらいました。で、そのあのカットをしてるんで、みんな見てください。そう,そうだよね。初じゃないニート東京でカットの実演してるの。そうですね。多分、あのニート東京で一番、 史上一番長い動画だってみんな言ってくれてて、それで多分みんな覚えてくれてるのかもしれない。バーバーとかの興味ない人だったら、長くねって思うけど、もしバーバーとか興味ある人だったら、ちょっと見て、俺も説明しながらカットしてるんで、それで勉強になりましたっていう人も結構コメントしてくれたり言ってくれたりもするから、うれしいですね。いいね、いいね。そうか、バーバーを、それこそ俺が最初、まあ、最初じゃないか。 今、ノリオリジンカットで活動してるわけじゃん。で、これ、その、ボランティアでいろんな人をカットしてると思うんだけど、さっきスキットロー、ロサンゼルスにある、あの、なんていうの、ホームレスの人しか住んでないストリートみたいなのがあって、そこでオリジンカットの活動俺は初めて目の当たりにして、うんうん、本当にホームレスとか関係なくノリ切ってるから、なんかそれはなんでやろうと思ったのかな,な,かなかなかないじゃん。そのホームレスの人カットって あまあ、その理由としてはいろいろあるんですけど、まあ、その自分の人生の中で自分自身が、まあ、ホームレスだった時もあって、うん、それこそ、まあ、自分があの、まあ、日本に来た時に1ヶ月ちょっとぐらいかなちょっと自分もストリートで寝たり寝たり。 まあ人にお願いして一泊止めてもらったりとかまたはもう駅とか外とか野宿したりしててなんかそういうルーツもあったしでもその前から実際にもうやってたからカットとかホームレスカットとかもしてたしもともとそのやっぱ自分のそのバックグラウンド家族のバックグラウンドでまあボランティア活動っていうやることがまあ一つそのまああのまあ兄貴がやってそれで自分もやって妹たちもやってたんだけどそのボランティア活動は本当にそういう。 あの貧しい国とかに行って何かやるみたいな、うん、あの例えば階段作るとかでもいいしはい、はい、例えば子供たちあ養子の子たちと一緒に遊ぶとかもそうだし、うん、まあなんかそういうボラ,ボランティア精神っていうものがもともと自分の中に根付いてて、うん、でなんかそこで自分が何ができるのかなっていうか自分の好きなことでもやりたいなって思ったからそれをこう合流させたっていう感じででそのまた自分も、えー、と高校を えっと1、2年生ぐらいの時に夏休み、アメリカの夏休みと日本の夏休み、全然違うから、うんあの、アメリカの夏休みは7月からで、でそのあ6月か、でこっちに来てる最中に、えー、っと働いてたところがあって、うん、近くの駄菓子屋さんの、うん、あの林さんのところで働かせてもらってて、もし林さんも見てるんだったら支払うと林さん、うんあまあ、なんですけど、そこがあの、まあ、障害者の人たちに、 仕事を提供してるところでいろいろクリーニングだったりとか、うん、あのアパートに行ってそしてまたあの掃除をし,したりとかする仕事をやってて、うんうん、でそれも俺も自分も、えー、と一緒に働かせてもらっててでそれもなんかやっぱルーツとしてその障害者施設に回って、うん、えとカットしたりとかもするのも自分もやっぱそう経験して。 本当にやっぱ心も広くなったし友達もできたしなんかそういう経験があって今、そのあそういう経験があったから今、自分が今やってることってできるんだってそういう感じでこうつながったっていうかうああ、まあ、本当に自分も一人では絶対にできないことだし、うん、バーバーも一人でなんてお金作れないしお客さんがいるからとか、ね、友達だったり知り合いがいるからやっぱバーバーがいるわけだし。うん だから本当に人のために生きる、うんうん、人のために serve, serve for the sake of others っていう、そのやっぱモットーで自分も動いてるから、どうにか自分のやり方であのできたらいいなと思ってまして、これがきっかけで、まあ、いろんなボランティアの形がいろいろもっと増えてもいいと思ってるし、ああのそういうふうに少しずつコミュニティを、うんえ ああ統一させるっていうか、うん、コミュニティの中にちゃんと最後にはユニティって書いてあるんですけどはいだからユニティって統一だと思っててでそこでやっぱ自分もその自分たちのロ,ゴ、うん、ローカルをあの大事にしようっていう意識を自分も感じたようにみんなにも感じてほしいと思ってます。う ちなみになんだけど、その、ま、昔、ボランティア活動してたって言ってたんだけど、うん、それはどこ、どこか違うとこ行ってなんかそれは、あペルー行ったりとか、カナダ行ったりとか、<ー>アメリカでも各地、いろんなところでいろんな州でもやってたし、いろんなボランティアの形をやってきました。例えば、ゴミ拾いも一つだし、階段作ったり、えー、と養子の子たちを面倒見たり、孤児の,の子たち。孤児の子たち、やすやすやす。 そっか孤児の子たち、オルフィネージ、オルフィネッジオーフィネッジ、うんー、とかまたは例えばえー、っと教会作ったり、うん、えっとまたはえー、っとご飯とか配ったり、はいはいはい、<ー>ね、いろんなところでいろんなボランティアの形を見て、うん、まあ自分のそのスタイルを貫きたいから、まあ自分のバーバーの武器を使ってボランティアをできたらなっていう、うすごいね。 いろんなとこ行ってね、フィリピンも行ってたよね。フィリピンでもそうですね、そうだね、フィリピンでもカットしたし。ううん、どうだった、フィリピンは。いやー、もう超楽しかった。いや,やそうなんだ。それこそフィリピンに行って、うん、もう本当にマニラに行ったら、やっぱ本当に、あのー、まあ、なんか本当に伝わるっていうか、うんうん、そのギャップ、日本とかアメリカとかだったら、うん、あのー、やっぱ見ないような光景を見るから、やっぱ衝撃ですし、うんうん、で、そこからまたちょっと遠く。 えとマニラから次バホールっていうところに行ってそのバホールの,その学校があってもともと兄貴がそのボランティア昔行ったところだったからもうすでにもう連絡先があってで連絡してこういうことあの無料でカットしたいですあの子供たちとかいませんかって連絡したら OK ってなってそしたらもう寝泊まりとかそのご飯とかも全部そうなんか準備してくれてなんかそこですごいなんか 愛を感じて、なんか俺のなんて言うんだろう本当に自分のもともとやってることでこんなにも愛が戻ってくるっていうのがなんかす,すげえなと思って、うん、でそこからもう超楽しく、まあ、カットしていろんな子供たちとかいろんな子たちとか会って、うん、もうバス、もう一緒にカットし終わったらじゃあバスケ遊ぼうとかいう感じでまたコネクションもできて子供たちがこれからうん、大きくなってくるき、うん、たらまた うん、パホールにまた戻ってカットしたいなとかも思ってるしうん、うん、もしかしたらこの先もう一回行くかもしれないですえー、いいねえ <laughs> そのオリジンカットのバランオイン活動ではここからどうしていきたいとかってあった、ね、あーもう間違いないですえー、っともちろん、うん、北海道から日本北海道から世界に行きたいんでもともとその活動はアメリカ側で始まったんですけど、うん、今はもう北海道に住んでるんでうん、うん、北海道からやっぱ日本に えっと徐々に。で、それこそ東西南北まず行きたくって、それこそ、えー、っと札幌、えー、っと東京、大阪、そして沖縄、来週行くんですけど、うんうん、で、行ったにまに、まあ、そこからは、あのーまあ、いろんな各地から呼ばれたい、ここに来てください、そして教えたいです。<ー>カットを教えたり、ワークショップをやったり、<ー>いろんな人たちにも広めて、そのカットした後も、その後えー、っと、 カットしてそれで終わっちゃうのも自分もやっぱなんか心残りがあるからそこでちゃんと何かを残すっていう意味でちゃんと教えてそこのローカルの人たちが同じようなことをローカルでできるようにしたいです。だからそういう方に考えてるんで次はやっぱ教育だったりとかに行きたいと思っててでもちろん日本終わった後はもう世界ですね。世界で行きたい国とかってですね。いやーもうめちゃめちゃもう全部行きたいです。全部行きたいです。 けたらチームで、本当にクルーチームで、今は日本では今俺と剣ってやってて、今サンフランシスコとアルババム行き行きしてるのがテイ、シャラッとテイ。一緒にそのオリジンカットを立ち上げたメンバーで、で幼なじみのツぐはそれこそ今フィラデルフィア、自分の地元、フィリーで今頑張ってる。 でだそれが全体的にあの俺たちみんなで協力して全国行きたらなみたいな世界行きたらなみたいなええー、すげえなアメリカ横断してたじゃんあの時 <laughs> そうあ,れあれもオレジンカットの活動でアメリカを出したはい,いだからもうそれこそその時俺たちもお金もなかったし、うん、どうしようって思っててまずあるだけのお金を集めてで俺たちまず 飛び立とうと思って、フィラデルフィアって一番東海岸の方にあるところから、エルウェーまで行くんですけど、まあ大体そうだね、まあ何週間かかけてゆっくり回ってて、いろんなところで各地でカットしたりとかして、で、一つそれこそラスベガスに着いた時に、ラスベガスでそれこそなんかコンペティションがあって、なんかスピーチコンテストみたいなのがあって、そのスピーチコンテストで優勝したら、 なんか賞金があるみたいな。それに参加して優勝しました。それが一つ自分たちの活動費にもなって一瞬で消えたけどみんなで生活もしてるから車で車の中で寝て車の中で起きてたまにホテル行ってみたいな感じだったからそれもしかも3人で動いてたしだからそれこそみんながあの ちゃんと生活できるにもやっぱ考えないといけないしそれで結,結局その年はもう横断6回ぐらいしましたねあマジでもう行ったり来たりみたいなずっと <laughs> すげーわえわよかったえ大変だったでしょ横断で大変だったエピソードがないのんかいやいやめっちゃあるねいやだってさそれこそアイゼックと一回もう <laughs> でっかい現金がしたじゃんししでその後、うん、俺もだってもう家出たじゃんもう一緒に住みたくねっつって、うん、もう俺出て、うん、でその後、えー、っと横断してて4日目ぐらいでカロダドに着いて、うん、でカロダドに着いた時にそう車がパンクしてそうその途中でそれであのカロダドでなんとか車を直そうと3日間過ごして。 最終的にダメになって売って、レンタカー取って、また続けたね。すごいね。パンクとかじゃないでしょエンジンがもう一回ったんじゃないのいや、えっとね、クーラントあるじゃん。あ、そうだよ。あれ入れてなくて。入れてなかったの。あ、それ前のエンジンから煙出てきた。そう、煙出てきて、火が出てきて。で、俺もやべえと思って、そう、で、いろんな人たち助けに来てくれて、そう、あの、車2台ダメにしてます。あそう。 だから <laughs>、うん、いいもの持ったらダメなんだよ。<laughs> そううん、全部借り物。全部借り物だ、うん。神様から借りてるもの、うん、全部。そういう意識、うん。っていう意識でいるから、なんか、物とかに執着しなくていいっていうか、<ー>なんか全然物とかには全然執着してないし、<ー>ほとんど身につけてるものとかも全部もらい物だったりとかだし、<ー>はい。だから、うん。センス悪いと思ったら、 はいあのなんか送ってくださいなんか送ってあげてくださいねチョークチョークチョークそうだねえ横断しててアメリカ横断しててめっちゃよかった場所とかあるうわヨセミリヨセミリしてるしょセミリとか俺も横断するときに国際公演もあっていくから国際公演をまず地図ズ国立公演ね。えっヨセミってヨセミ ああ、ヨて国立公園、予選見て国立公園っていうところがあって、予選見てそこで。とか、そういう、えー、と公園とかを Google マップスで調べて、点々と回っていく感じだったから、うん、もう本当にそういうところには必ずキャンプ場とかあるから、安くそこで泊まれたりとかもできるし、うんうん、も,もう車の中にも,うキャンもうテントとかも入ってたから。 そうもうも野宿すんだったらもう野宿するしみたいな、はい、楽しくもう,火なもうなんかそこら辺で火炊いてみたいな超楽しい <laughs> すごいね食べ物とかどうしたのいやもうそれこそ狩りに行ったりとかなわけ <laughs> じゃなくってもう本当にグロシーとかあるじゃん <laughs> <に>どっか買いに行ってみたいな <laughs> はい <laughs> えでもさ運転とか横断中してたらさ、うん、あのクッキングできないわけやん クッキングはできないけど、火とか、それこそ、例えば缶詰とかあるじゃん。ああいうのとかちょっと開けて、火に置いて、そして食べるみたいな。マジとか、すげえな。レストラン入ったりとか。レストランもそれ入る。あるあるある。で、その、例えばこういうトリップをもしやりたいって思う人がいるんであれば、まず俺のやり方としては、まず商品っていうか、何か一つ物を買う。例えば写真だったら写真とかでも何でもいいんだけど、このボトルでもいいんだけど、 買ってで、それをじゃあ、例えばあ、じゃあ2倍で売るとかでもいいんだけれども、<ー>そこでいろんなところを々としていろんな人たちに会う中、自分こういう旅してましてって説明して、うん、こういうもの買ってくれてサポートしてくれませんかみたいな。で、そのサポートしてくれたお礼にこれギフトしますとかいう感じだったら、んあのまあ、なんとか一日一日生きていけるし、うん、最悪俺もカメラマンもやってたから、うん、カメラ写真でお礼したりとか、うん、カットしたりとか。 っていうものを、で、旅してたから、だから、まあ、なんか本当に気楽に行けたっていうか、ストレスフリーで行けましたね。すごい、だから道の途中途中でいろんなものを売ったりとかして資金を調達してるわけでしょ。いや、いやいや、それはすごいわ。ハスラー。ハスラーやるハスラーだね。マジでハスラーだね。すごいね。それ6回やってるんでしょ。 それ6回やってるでも人生で多分持ってやってると思う。だよね。うん、その1年2020年が6回やった。すごいね、うん。いやでもそのプラス <laughs> 横い6回でしょそうだね。縦4回行ってるから。<laughs> そう。縦あのフィラデルフィアからフロリダまで4回行ってるから。フロリダ行ってみたいよねあ。フロリダめっちゃ最高だよ。やっぱいいんだ。トロピカルでしょ結構。トロピカルっすね。ああ、そうなんだ。うん、フロリダ何が何が有名なのフロリダわかんない。<laughs> ネクスト。<Next 笑> <laughs> そうか、そうか。えー、そうです。すごいな。うん、いや旅してるのすごいね。俺だって会った時もずっと旅してるし、うん、なんか常に旅してるやん。そうだね。結構できるやっぱ、ライフスタイルだね。うん、やっぱ、っぱ自分の視野を広げていきたいし、うん、人生も、あの、一回、 しか生きれないし、一回しか死なないから、you only live once, you only die once だから、なる <Right, right. S 1> べく自分のその生きてる中を体験したいっていうのもあるし、うん、いろんな人たちにも会いたいし、うん、自分の視野も広げたいし、うん、やっぱ人が好きだし、そういう意味では、うん、you know、まあ、オリジン、ノリジン、最後にジンって人,人じゃん。そうだね。でも、今考えた。<laughs> <laughs> 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 えちなみに旅しててよかったなって思ったことと旅しててうわさがよかったなと思ったことっていやーまあそれこそやっぱうんやっぱ体がストレスになっちゃうよねあ<ー>あの自分が知らないところで無意識にあ<ー>あの自分の体に来てるっていうのがある,る,がある車で寝て起きてっていうこともするとやっぱその体勢を保た,た,たないといけないしそのご飯もいいもの食べてるもわけでもないし まあなんか本当にそういう面ではやっぱ本当にサバイバルスキルっていうのを身につけないといけない。だからそういうところはやっぱ大変なところ知らないうちにも体がボロボロになるしでもちゃんと準備していけば大丈夫。ねうん、俺はいいエクザンプルっていうかモデルじゃないっていうか<ー>それに関してはもっとよく旅を楽にする方法はあると思うし。<あー> <laughs> 自分はもう自分の知ってる限りでやってただけみたいな。サバイバルってこういう、こういう紋章みたいな。俺、ランボは見たことあるぜみたいな。こういうもんだろうみたいな。そうそう。すげえわ。っていうのはやっぱ好きだったし、そういう、なんつうんだろう。あの、ナショナルジオグラフィックスとか、あの、なんだっけ、ま、いろんなそういうテレビ番組とかで、そういうサバイバルとかいろいろ見てて憧れてたから。はいはいはい。そうそうそう。え、ちなみにオーダーすんのにお金とかどんぐらいかかんの うわぁ、わかんない。わかんない。分かんない。なんとなくのボーパーク。なんとなく横断するのに。だって、まず、俺はもともと車買ってたから、車のコストをったり、ねまあ。車があると考えると、okay。車があるとしたら、だいたい横断するのに、だいたい。俺の感覚バグってるかな、うん、<laughs> ?5 万ぐらいでいけんじゃんい,いや、無理でしょ。絶対無理だよ、<laughs> 5万は。<laughs> 10万十万ぐらいでしょ。い,い,い,いやだって、考えてみ。まず朝でしょ。朝ごはん食って。うん、昼ごはん朝ごはん3食食う。 いやー、もう食うとき食わないときもある。ああ、そっか。一日食わないときもあるの一日食わないときもあったよ。ああ、そっか。うん。まあ、それやったらギリいけるかな。でもホテルとか泊まったら結構しないでもガソリンだね、一番高いのだよね。ガソリン。ガソリンだよね。そうそうそう。ガソリンが一番高かったから。まあ、だからそういうところで、うん。まあ、いろいろハスリングしないといけないと思うけど。そうだね。確かに。そっか。当てにならないな、あんまりね。そうっすね。いやいやいや、いや、でもそっか。 そか、それぐらいでまあ、やろうと思えばね、やり方はいくらでもあるよねいやもう、もう、そうでしょ。やろうと思えばできるし。そらマインドセットって言われたらあんまりない人が多いと思うんだけど。フィリーで育ったよ。フィリーですね。フィリー育ち。あまシカゴ生まれか。シカゴ生まれ、フィリー育ち。フィリーは何年ぐらいフィリーはもう15、何年は覚えてない。15年以上。って感じかな。 お兄さんすみません。はい今何聞いてますかあ今ですかえっと今、えっとゴールデンラッシュポッドキャストのエピソード6を聞いてるんですけど、なんか今、AmazonMusic Limited だったら30日間無料で9000万曲以上も聴けるし、なんかポッドキャストも聴けるみたいで、なんか下のリンクから30日間無料で使えるみたいなんでいい感じです。ありがとうございます。 そっかフィリー15年、フィリーでの生活はどうだったいやーフィリーでの生活はめちゃめちゃ最初はタフでしたね。<ー>それこそフィラデルフィアって日本人の人口がほぼないんで、ほぼゼロなんで、そ,それこそ最初来た時はもう衝撃だったし、ショックだったし、うん、その前は俺ニューヨークにちょっと1年間住んでて、うん、でそこからの環境がアップステートのニューヨークだったから、はい、もうなんかすごい田舎みたいな感じで、うん、で、そこからフィラデルフィアに。 ついいいたっていうのがすごい衝撃で,、うん、でそれが小4ぐらいの時で、うん、でもうその時からはもう本当にまあタフだったしやっぱいじめもあったし、うん、やっぱいろいろからかわれたりとかもするし。 まあでもなんかそれが自分の中の強さにも変わったから、まあ、俺的にはそれが良かったと思うでそれが続いて俺も学校生活がすごい嫌いであそう,なんだそう小学校を卒業してから俺も中学校12年はホームスクールにーそうもう家で勉強してたから、うん、学校に行きたくないってもう結構あの引きこもってたから。うん でその後あの高校になってまあ、ちょっとボーディングスクールっていうことで、うん、ちょっとなんか遠くにカロラドとテキサスに移動して、えー、まあ高校に通ってたんだけどでそれが1学期テカロラド2学期がテキサスになってでその間まあ学校も続けてやってたんだけどそのそれがすごいよくってまあ、ちょっと自分も ちょっとずつ自分の殻からこう抜け出せるようにもなって、うん、人ともちょっと話,話したりとかもできるようになってでそこからまた、あのーまあ、自分もフィラデルフィアの高校行けるかと思って <laughs> で行ったわけ、うん、で多分2ヶ月ぐらいで辞めたかな <laughs> 2 3ヶ月ぐらいで高校を辞め<高校> <laughs> もうなんか本当に、はい その学校自体がリンケンっていう学校なんですけど、治安が悪い学校で、そう、4000人ぐらいいる学校で、大きいね。でかい学校で、で、保育園もつながってるし、だからもう保育園とかも普通に俺が弟を迎えに行くっつったら、それこそ友達は子供迎えに行くみたいな感じだし、なんかそういう高校で、で、もう本当に、例えばえ、と窓とかも全部鉄のレールがついてたりとか、中に入るときには金属、あのなんだっけ、探知したりとか、 ああ何銃を持って帰って入ってくることがいるかとそう武器とか持って入ってくる人も全然いるしそういうギャングも全然いたしそっかもうそれがもう治安悪かったから、うん、まあなんかその生活にはまあだいぶ慣れてたんだけどある日俺カフェテリアって言って、うん、まあ食堂があって、うん、でそこであの俺ケチャップ嫌いなんですよ、うん、でなんか俺あのすごい静かにこう飯食ってたらみんなキャーってなってそしたらみんながその持ってる あのフード食べ物をぶん投げまくるわけみんなにお互いにで俺やべえみたいなやべえやべえと思ってで俺の中でもうすぐにとっともう突破にもうとりあえずエグゼット見てもうそこに走ってたわけでなんかそういう映画とかで見るようなシーンで<っ>そうテーブルをこうやってバーンって買って乗り越えて買ってやって走っててもう本当にスローモーションでイメージできるぐらい覚えてるんですけどはっきりケチャップのパケが パ,パ,パッパッパッって当たって<ー>ケチャップだらけになって<わ>その時にもう母ちゃん電話して「<え>学校辞める」っつって<あ>もう辞めました <laughs> その時にもうそこから学校戻んなくって、うん、でまたホームスクーリングサイバースクーリング他の学校にも移ったりとかを深壊続けて、うん、やばいな、はい、あの天候発壊してすごいねその後中退して <laughs> <laughs> そうもう <laughs> はいあの中退しました そこから、まあ、ちゃんとその GED って言って、うん、まあそれこそ高校卒業証と、まあ、なんか互角のそのなんかあるんだけれども<ー>その卒業証は一応もらいましたんで、うんまあ、卒業したっていう手であるんですけどでそれが、まあ、なんか自分もその時にはもうバーバーになるって決めてたし<ー>もうこれだってもう決めてた時点だったからもう全然。うん 悔いもなかったし、うんうん、お父さん、お母さんもそれも理解してたし。で、そのままボランティア活動に行ったって感じ。え、バーバーになって、バーバーって、バーバースクールとかあるんでしょうん。バーバースクール。それはどんぐらい通うの?。 もう1年ぐらい1年ぐらい通って、バーバー勉強して、勉強して、うん、で、ちゃんと国家試験取って、で、ちゃんと資格も持って、免許持って、そして、そこからまた働いて、みたいなのを<ー>数年続けて、で、そのバーバーショップもだいぶ結構、その地域ではすごい有名なバーバーショップで、うん、その、まあ、アメフト、うんうん、アメリカンフットボールを見てる人だったら分かると思うんですけど、まあ、イーグルスっていうチームがよく通う。 ショップでだからそういったなんか ESPN とかまたはえとスポーツ選手とかよく通うようなバーバーショップだったんですよでその年2018年にそれこそチャンピオンシップフィリーズフィラデルフィアスーパーボール、うん、あのがイーグルズ優勝してその時もめちゃめちゃやばかったそうだよね、うん、超盛り上がる人だって超盛り上がるもう街が燃える <laughs> 燃える燃えるあ燃え盛り上がりすぎてってことそうもう本当に燃えるリアルに、うん、車とかぽーみたいなそう 火つけるマジでで店とかもバシャーンっつって物盗んだりとかもする人もいれば電柱とかを登ったりとかいいみんなもうハッピーだからさおかしいよね感覚がイエーイみたいな感じになっててそれをこうダメですよとも言わないじゃん,なんか言わないんで、ね、すそうだから警察とかもそう例えばポールとかあるじゃん、うんうん、あそこにバターとかオイルを塗って登れないようにするっていう。<laughs> そう <laughs> すげえだ止められない、えー、止めれないそっかそっかもうみんながもう、うん、そうもうやばいもうやばいやばい <laughs> <laughs> すごいねえ、うん、それでその時もう選手切ってたのいや選手はまだ切ってないし、うん、それこそその間は、えー、ともう本当に勉強してる最中だったしっ、うん、もう本当にすぐそばであのそのまた自分の、えー、とそのオーナーそのオーナーさんがカット横でカットしててうん、うん でだからそこで、まあ、選手の人たちもあノリみたいな感じで知ってもらえたりとかでもカットはしてないですそれで日本に来てやっててやすやすで結構俺は知ってるんだけど結構いろんな人知ってるじゃん,うん、うん、そうだね、うん、あのもう本当に覚えられないですけど、うん、まあ本当にそれこそカットしてきたスポーツ選手だったら、まあ、ファイターズの選手だったりコンサドー,ーレの選手だったりうん、うん、またはワールドカップ、えー、とラグビー2 0十九年があった時には、うん えっとファイナリストのイングランド代表選手たちを何回か34回ぐらいは切ってるし30人全員ねプラスそうフィジーとかトンガとかも上田里髪に来てくれてみんなで切ったりとかしたし、うんね、他にもあの、まあ、今はじゃあもうメジャーリーグとか行ってる選手とかも、うん、切ったことあるしすごいろいろ。 スポーツ選手、またはヒップホップアーティスト、うん、まあアーティストとか、うん、まあいろんな人たち、まあ、芸能人とかもいろいろ、うん、あの来たりとかも来るんであ、それでいろんなやっぱ人に会えることっていうのは、この職業をやってて、うん、なんか一番良かったなと思うことですね。うんうんえー、ちなみに、今までバーバーって切った中で一番思い出深い,ああいや全部思い出深いっすね。でもうん、全部やっぱ思い出深いし、 一人一人を大事にしたいんですけど、なんか自分の中でカットできて嬉しかったのは、うわぁ、めっちゃいる。<laughs> うわぁ。いやもうなんかそれこそ、じゃあ、あのヒップホップアーティストだったら、じゃあ例えば、えー、っと、えー、っとあー、カンさんとか、リッキーくんとか、うん、えーっと、それこそ、宮地、 えーくんとかえー、っと、えー、ジャパニーズマゲニーズ、うん、えっと、あー、やべえ、おぼ覚えれない。<laughs> <laughs> 覚えれないです <laughs> あ。昨日来てくれた、うん、あのよしく君って、それこそ、SURVIVE SAID THE PROFIT、サ,サ,サ,、うん、サバプロの、えー、っとボーカルの、うん、あのよしく君とかをめちゃめちゃバイブ強くって、めっちゃかっこよくって、えー、で昨日来て、 ああのまあ、ちょっとあの切れたことはそれはすごい、うんまあ、本当にフレッシュな気持ちだからこれ、うん、はすごい嬉しかったですしうん、うん、あ他にもえー、っとヒップホップアーティストだったらダダくんとか、うん、えー、どどえもう聞いたことあるしあえっとあリアルティーくんも来てくれたしえー、っと他に誰いるあシーダさんシーダさんとかももちろん あのまああのみんな知ってると思うんですけど<う>切ったしえー、っと他にはすいません覚えれないです。っす <laughs> リストは長いですよね。すごいと思う、はい、俺もだってのりの活動を見てても「あこの人切ったんだこの人も切ったんだこの人切ったんだ」って、うん、すげえなって思うしやっぱそのみんななんていうの みんな言うのがやっぱノリのフェードはやっぱ最高だっていう。ふう風にやっぱみんな言ってるし、俺的にもずっと俺ノリに来てもらってるから、そう、俺はもうノリ日本一だと思ってるから。うわありがとうございます。これは完全にお世辞とかじゃなくて、友達とか言ってるとかじゃなくて、マジで上手だから、本当に。ありがとうございます。そう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 。だからぜひ皆さん、サポート行ときはオリジンカットね。ですね。はい。来てください。ぜひぜひ。あの、それこそさ、ラグビーのイングランドの,あの代表みんな切ったときさ、 すごかったでしょえすごかったよね。すごかった,、ね、1>, かった1日で30人来たの ?30 人来た。すごい、ね、30人、もう1日朝から夜までバーって来て、うん、で、それこそ俺もその時アメリカに帰ってて、うんで、アメリカに帰ってて、そのファイナルになるってなって、うん、なんか本当に2日、3日前ぐらいに電話来て、うん、で、俺もうカットする場所ないんだけど、みたいな。うん、来てみたいな。帰ってきてくれるみたいな感じで,で、1週間だけ帰ってきて。<laughs> カットして帰った <laughs> すごいね。そうだからそれがもうまあカットしてちょっと、うん、あのいくら稼いだかは言わないんですけれども,、うん、<laughs> でもまあそれで飛行機代だったりとかいろいろ you know できたんで全然 OK みたいな。すごいね。<Yes> いやすごいわ。そうっすね。あれはもう本当に今でもその自分のカットした、うん、あのー、カットした会話線 センクレイっていうその彼なんですけどそのイングランド代表選手で今でもそのなんか日本のコマーシャルとかにも俺のカット出てたりとかもするし、あのーまあ、結構そのカットがどこか映像とか何かに使われるとめちゃめちゃ嬉しいし多分なんど,などれだろう多分みんな知らないで見てるっていう。 あのー、ー・リッキーダダディダ・ティテ君のオル・ス・あ,れもうあの曲自体俺すごい好きなんであの曲も大好きだしその曲にそのまた自分のカットがその出てくれたことには本当にリッキー君には感謝してますすごいねめちゃめちゃ好きな曲です、うん、えちなみにこの人切ってみたいなとかいう人いたりするのうわーめっちゃいる,いるうわーめっちゃいるあのー、いますね、うん、えーっとし しシンゴ O2? えっと、ニュージャベスのやったりとかあ<ー>あ、めっちゃ会いたい。めっちゃ会いたいです。えー、とか、えっ、ー、と、カットしてみたい人だったら、うわー、めっちゃいるな。ああ、まあ、えっ、ー、と、まあ、みんなカットしたいっすね。いろんなもっとス,ペスポーツ選手とか、いろんなところにも、あビッグボスさん。 Oh, 髪切りたいっす、oh, yeah, yeah, yeah. 絶対にバッチリ決めれる自信しかないです、ね。<笑><笑>そうだし、えー、まあなんかそういう、まあ、芸能界に出てる人たちとか、うん、やっぱ顔をやっぱテレビとかに出す人たちって、やっぱいのかっこよくないといけないと思うんで、そう,だね、だそういう人たちをカットしたいですうん。いい、ね、いいねね俺がそのノリの なんかめっちゃいいなって思うところって、そういう、まあ、なんて言うんだろう、その芸能界で出てるとか、有名なそのセレブみたいな人たちも切ってるし、うん、もちろんこういうね有名なスポーツ選手も切ってるし、それもプラス、ホームレスを切ったり、障害者を切ったり、でボランティアでカットしたりとかしてるところが、俺はすごいなーって。人間みんな平等なんで。そうだよね。<Yes. S 2> それがなんか俺はすごいリスペクトというか、なんかありがとうございます。や俺セレブ切ってるからホームしか切らないよとかいう人もなんか絶対いると思うんだよね、中にはね。誰とかわかんないけど、いるかもしれない。うん、いると思うし、全体、うんで。それをノリは関係なくみんな切ってるし、うん、本当になんていうの、みんな平等に。 あの丁寧に切ってとこありがとうございます。別にだからやってるからって偉いとかでもないし、なんか自分はその自分のスタンスで自己満でもあるし、自分がハッピーにもなるからやってるし、それでやっぱみんなが刺激を受けてくれればそれでいいと思ってるから、そのやり方に関してはやっぱそのやり方はないと思うんですけど、自分はこのスタンスでぶれないです。ああ慎吾さん。あの、はい。あの には会いいたすシンゴさんには会いたいです。い<や>んうん、どうしたあい,やいやいや、うん、どうぞあの。この間あそこ行ったもんね、俺ら、あの西成区ね。西成区った、ねそう。西成区で、それこそ、えー、と大阪疎開のはい竹出しに参加させていただいて、その自分とアイゼックとクルー二人と,、うん、えとみんなで遊びに行って、まあ、そこでカットしたり、竹出ししたり、うん、いろんな人たちと触れ合うことがあったんで。 それをこうオッケーさせてくれた、うん、あのそのそ大阪疎開の、はい、ワルビッシュ賞さんもうめちゃめちゃ感謝してますしそれももちろんその,あの新宿疎開のと、うん、そ,そ,その関わりがなかったらそういうこともなかったと思いますしま、ねうん、だからそこにはその Z リーさんとかにもすごく感謝してますし、うん、でプラス Z リーさんにつなげてくれた菅さんにも感謝してますカン、うんね、さんとかって結構毎回連絡来ない そうですね。やっぱ札幌に来てくれ、な本当に来てくれると連絡してくれるのめちゃめちゃ嬉しいすです。毎回自分も東京とか行くと連絡しますし、でそれであの必ず会ってくれるし、まあ時間があったら、タイミングがあったらの話なんですけど、な会ってくれるし、んなんかそういうところはやっぱ本当にあ心が広いなっていうか、深いなと思いますし、そこは本当に、you know thank you.、Thank you.Thank you.Thank you very well ね。そっか、いや、すごいな。 ら多分結構バーバーとかの文化がまだそんなに日本じゃ広まってないからあれだけどなんか俺はなんかねこうバーバーの文化がこう広がってってねえってそのなんていうのそのトップじゃないけどそれをこうノリが引っ張っていけるような存在だと思うからなんかバーバーで盛り上がりたくないんでバーバーを盛り上げたいからなんかそういうスタンスは変わらないしだからそれに興味持ってくれる人たちはもうどんどんもうオールオッケーなんで DM くださいはいい連絡くださいぜひぜひ連絡して でね、うん、こうなんかね、俺らもこうゴールデンナッシュポッドキャストも一緒にやってるっていうのもあるし、うん、まあいろいろオリジンカットのね、映像とかも撮ったり、うん、してるし、まあいろいろお互いやってて。で、なんかね、この間とかも二人でいろいろやってる中で、こうなんかね、俺たちの居場所を作りたいなっていう話はしてて。うん、で、それでやりたのか、このラッシュアワーズ。うん、このイベント。うん、本当に何、一週間前とかか。だったけど、すごいね。 俺的にはすごいいい経験になったな。めちゃめちゃいい経験になりました。知らない人からしたら、ラッシュアワーズっていうのは、それこそラッシュっていうのはゴールデン、あのラッシュのラッシュ、勢い、流れっていう意味なんですけど、で、アワーズっていうのはみんな。うん、だからみんなの流れ、みんなの勢いっていうのを込めて、そのラッシュアワーズっていうイベントを、ほんと数日前とかにね、うん、あの、 初めて、まあ、初のイベントなんですけど、うん、そのまあ準備もね、本当にわずかショートな期間の中でやって、うね、もうやばかったよね <laughs>。いや、マジでやばかったね。生まらも、すごい、まあ、もちろんね、あのエネルギーが。エネルギーがね、やっぱその、ねお、おかげさまでね、100人以上、多分来てくれて、うん、すごいみんな楽しそうに。自分たちもね、そのやって成功したっていうストーリーじゃなくて、うん、実はその裏にはね、 そう、いろいろ大変,なかなか大変だったから、本当に準備期間とかも何 ?2 週間、3週間、まあ。もちろんやるって決めたのは数か月前とかだけど、実際に動き始めたのが本当に1か月とか、うん。そうそうそう,そうでで。実際にマーケティングじゃないけど、やりますっていうふうにみんなに公表した本当に2週間前とかでしょ。そうだね。 もう人が来るかも分かんなかったし、たね、もうだからそのためにもう俺たちもチケットを売るの必死だったじゃん必死だったね。うん。アイゼックとかもめちゃめちゃ <laughs> やばかったのがもう本当にさ、ね、北大の、そのね、あの学校に行って、キャンパスに行ってさ、うん、俺たちでさ、もう、うん 雪が降ってる中さ、みんなね、例えば、じゃなくて、もうみんながさ、もう受験じゃないけど、なんだっけ、テスト、試験、終わった後に出てくるタイミングでアイゼクガって食らいついて、みんなに、もう遊びに来てくださいって、もう本当にバン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 、こう話し合って、俺たちもね、もう学生のフリして。学生のふして、リュック持って。リュック持って中に入って、で、その、ね、いろんな人たちに声かけて、みんなもすごいいい人だったし、そのほとんどがやっぱ来てくれた本当にね、だからそれが俺はすごいなっていうの。 なんか嬉しかったね。やっぱね、うん、俺、のりね弟、今亀の人に弟、<Yes. S 1> 3人で、うん、NG、この3人で回って、うん、いろんな人に話しかけて、うん、すごい大変だったし、寒かったし、うん、まあいろいろね、あったけど、うん、なんか最終的にこう、ね、みんなが楽しんでくれるそういうイベントだったから、うん、それはなんかやってよかったなっていうふうに、すげえ思ったし、ね、まあ、ありがとう、ねあ。でもこれからもね、 ちょっとやろうと思ってるんですよね。うん、ラッシュアワーズのイベント。はい。ね、やります。ここからどんどんね、あの、規模も大きくなってくるかもしれないし、うん、コンセプトもね、まあ、今回のコンセプトは結構そのハウスパーティーみたいな感じで、結構ゲーム用意したりとか、まあ、結構チルエリア用意したりとかして、 音流、ね、してみたいな感じだったけど、ここからね、いろいろやっていきたいなっていう。まあ全国でパーティーをやっていきたいですよね、うん、ハウスパーティー。うん、やりたい。なんか、いろんな人たちも、そういったいろいろ箱を借りてやるのももちろんいいですし、うん、俺たちも今回箱を借りてやったんですけど、うん、これからね、いろんなところどころでいろいろハウスパーティーをできたらと思ってるから、それこそ,そ、いろんな交互に、まあ、大きいところだったり、小さいところを借りてやって、うん、まあ本当にコミュニティをつなげれば、一番ベストだと思ってるんで。 なんかやっぱその、みんなが会話できてつながれる場所みたいな。<Yes. S 2> やっぱね、俺たちは、まあ俺もね、半分黒人だし、ノ、ま、リ、あ、はね、あのー、ずっと海外で育ってきて、やっぱマイノリティっていうのはあるから。 そ私が集まるようなインターナショナルのホームパーティーだったりとか、音楽とかやってるからね、そういうことでヒップホップの今こういうのやってるし、ノリもアーティスト切ってとかもしてるし、なんかそういうところをどんどん絡めていって、なんかみんながね繋がれるような、そういう場所になってる。なんか英語とかさ、その話したいっていう人たちってたくさんいると思ってて、俺も教えたいし、知ってもらいたいし、の方がやっぱ自分も楽だから、それこそまたそういう文化をもっと広めていきたいと思ってて、例えばその日本人、日本で住んでる人たち たちでその例えば英会話とか英語を知りたいとかその文化に触れたいっていう人たちが集まってくれれば、うん、それがなんかやっぱ絶対必要であるっていうかミックスすることがやっぱ俺たちがしたいことなんでそうだねうん、うん、確かに、うん、ってことなんでねぜひぜひね、うん、あのラッシャーワーズ公式ページ、うん、できてると思うんですよねインスタグラムでね見てる方ぜひぜひフォローしていただいてね、うん、これからもチェックしていただけたらと思いますここ <Yes. S 1>、はい、ことでのりはここから なんか今年の目標、来年の目標、まあもう今年終わっちゃうから、来年の目標とか、うん、短期的な目標、長期的な目標とかあったりする。あまあ短期間はまあそれこそ、えー、っと、あ来年からはちょっとあの世界、世界でもちょっとカットしたいから、うん、まあ今計画してるのが、まあ、タイとか、うん、またフィリピンとか、<ー>また戻ろうっていうことも考えてて、 でプラス、その自分の音楽活動でも、まあ、EP だったりとかを制作するっていう意味でいろいろ考えてまして、まあ、自分も本当に音楽の面ではまだ学んでるっていうかまだ勉強してる最中だし、まあ、そこに今をいろいろ教えてくれるその先輩だったり本当に自分が音楽をきっかけに始めたのが、まあ、ヤングダイスさん、うん、あのダイスさんのおかげですし。 でそこからまあ自分がその音楽でそのあの活動するためにももっと技術を磨いていくっていうのが一つの目標とリリースするそ、ねうん、でその海外でもカットするっていうのがそしてまあもちろんイベントとかでね盛り上げたりとか、うん、ゴールデンナッシュの方でも俺たちも攻めていきたいしうん、うん、まそういったことがまあちょあの短期間のゴールで、ね、長期間ゴールはも,うもちろんバーバーショップを持ったり<ー>または自分のスタジオも作りたいし。はい みんなのコミュニティが集まれるような場所を作りたいです。だからなんかアーティストとか、またはその、えっと、んかアート、まあ本当にカットもアートだし、音楽もアートだし、全部アートだから、そういったところをできる場所を作りたいです。まあみんなの場所ですね。なるほどね。ということで、学校好きだいのいいね。今考えた。でもね、本当にノリ。 本当に、なんて言うんですかね。今までやってきたことも、もうレベチですごいし、これからもね、もう精力的にどんどん活動していくと思うんで、ぜひぜひね、のりの活動の方、インスタグラムだったりとかね、チェックしていただいて、これからね、コンテンツとかも出していくと思うんでね、ぜひぜひ、これからフォローして、応援していただいてね、少しでもいいなと思ったらね、こう、あのー、応援していただけたらなと思います。ということで、のりを応援お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ととお願いします。I love.I love.I love. All love. All love. ということで、また、 お会いしましまょうなんとゴールディナーススンーラッシュポッドキャストなんですけど編集とか手伝ってくれてる方もいるんですけど、まあ、基本的に2人体制でやっててなかなかね自分たちベースが札幌なのでの撮影のために東京に来たりだとか、まあ、スタジオ借りたりだとかコストの方が高いわけですよこれは。 やっぱりそのプロダクションとかもこだわってますし、まあ、ライティングだったり、マイクだったり、カメラだったり、機材もこだわってますし、やっぱりいいクオリティのの、ね、コンテンツを皆さんにお届けしたいということで、まあ、そこまでこだわってやってるんですけども、ももちろん収益化しているわけではあるんですよ、なんですけど、やっぱりその全部をカバーできるレベルではないと、まあ、そういうことで今回ね、あのサポートしてくれるお気持ちでね、ゴールデンラッシュポッドキャストにこれぐらい毎月サポートするよっていうようなね、スポンサーっていう形で、クラブをね、作りたいなと思って。 でこれがまあスポンサークラブというものなんですけども、まあ、下のリンクの方から飛んでもらえたらね、もっともっとね、あの詳しく詳細、どういう風になってるかっていうのは知れると思うんですけど、このスポンサークラブに入っていただいた方は、会員制のみの Discord を使ったコミュニティで入って、まあ、そこでね、他のコミュニティメンバーともシェアできたりとか、あとは、ビハインドシーンって言ってね、あのこの撮影の現場の裏側だったりとか、まあ、自分たちが東京に来てて、いろんなところ回ったりとか、いろんな人と会ったりしてるんですけど、まあ、そういう状況をね、お届けできたらなと。 あとは写真だったりとか、あとはね、あの先行配信、あとは限定配信、あとはあの撮影のね、オーディエンスとして来てもらうとか、あとはまあこの一緒に番組を作っていくっていう上で、質問を応募したりだとか、いろいろね、あのリターンがあるわけですよ。で、まあ、そのプ,プランによってね、いろんなリターンがあると思うので、まあ、自分が出せる範囲、自分がサポートできる範囲で、えー、こういうぐらいだったら、これぐらいサポートしてもいいなとか、まあ、オフ会とかもいろいろ考えてるんで、まあ、みんなとね、あのー、実際に会って話せる現場所、 あとは、このコンテンツを作れる場所。まあ、こういうものをね、あのこのクラブを通して作っていきたいなと思いますので、ね、ぜひぜひサポートしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ下の勝敗祭のリンクから飛んでいただいてね、あのぜひぜひスポンサーになることをご考慮していただけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、まあ、今回のエピソードを終わりたいと思います。では、また、Peace!